ニコのふみです。私のベビーファースト活動宣言は止まり木になります。息子が2ヶ月半の頃に夜中に急に39度が超える発熱をしてしまって、そのまま緊急で入院することになりました。コロナ禍なので入院中の面会は一切できませんでした。入院に必要なものを持って行っても受付で受け渡しをしても帰るという、そんな感じで、やっぱり直接この子の様子を見ることができないっていうのがとても不安で心配で、一言では言い表せないんですけれども、この子はちゃんと元気になるんだろうかっていう不安な気持ちがずっとぐるぐると渦巻いていました。私が頼ったのは母でした。で、息子のこと、孫のことも気にかけるのはもちろんなんですけれども、娘である私、親が心配でやっぱり寝れなかったりとか、そういう体調面で崩さないようにねっていうようなアドバイスというか言葉もすごく温かく染みてきた助けになりました。私のことを気にかけてくれる人がいるんやっていうのがなんかすごく嬉しく感じました。やっぱりちょっとこう孤独になってた部分というか、やっぱり普通の育児の悩みの相談とは違って周りに気軽に話せることではなかったので、そこがすごく私にとっては、助けになったかなと思います。日々子育てをしていると突発的なものや継続的なもの、いろんな悩みや大変なことがあると思います。そんな時に休んでもらえるような、泊まり木のような存在になれたらいいなと思います。